こんなお困りごとや心配事はございませんか？スプロケットの寿命判断が難しくて取り替えるタイミングがわからない。チェーンの早期摩耗やチェーンのトラブルなど、それはスプロケットの刃の摩耗が要因の一つと考えられます。摩耗したスプロケットを使うとチェーンの寿命に影響し、騒音の原因にもなります。チェーンの長寿命化にはスプロケットの摩耗管理が大事です。スプロケットの摩耗状況を確認するには、装置内部に入り込んでスプロケットを触る必要があり、危険が伴います。スプロケットの寿命判断には点検スキルと専用の歯型ゲージがないと判断できない。チェッカーズアイがその問題を解決します。チェッカーズアイとは、ハブの摩耗限界を表示した取り替えお知らせマークです。チェッカーズアイまで摩耗が進行すれば取り替え時期です。チェッカーズアイは3つの効果があります。1つ目はスピード点検。一目で取り替え時期を確認できますので、点検時間・工数の削減が可能です。2つ目は均一判断。どなたでも的確な寿命判断が容易にできます。3つ目は安全性向上。目視で点検ができますので、装置内に入り込みスプロケットを触る必要がありません。スプロケットの摩耗管理を行うことで、チェーンも長期間使用することができ、メンテナンスコストを削減することが可能です。チェッカーズアイで問題解決。ぜひご相談ください。